どうだ。やばい。めっちゃ。あ、見えます。ごめんなさい。待って、髪がボサボサ。髪がボサボサ。ごめんなさい、寝起き。マジリアルに寝起き5分。5分も経ってない。頭がぼーっとしてるんですけど、ありがとうございます。ごめんなさい。このね、後ろのぬいぐるみはね、適当に置いたんですよ。布団がね、ちょっとね、さっき倒れて、ここの上ではないんですけど、倒れて寝て急いで準備したかな。はい、もう少ししたらお風呂に入ります。あれ、みずきおはようございますって言ってた。本当にごめんなさい。本当にね、ちょっと頭がまだぼーっとしてるんですね。お部屋は掃除まだあんまりしてないです。菅原さんにおすすめしたアイスは何？言いません。あの、たぶんね、このアイスね、メールでは言ったんですけど、ガチで気に入ってるので、マジで気に入っているので、売り切れさせたくないので、言いません、ごめんなさい。なんかすごい人気出てね、売り切れちゃいそう。メンバーからも人気なんですよね。皆さん知ってる、でも言っちゃダメですよ。だって期間限定っぽいから、食べたらなんかなくなったら嫌。すごいボッサボサ、ごめんなさい。なんかここに変な跡がついてる。そう、インフルエンサーだからさ。なんで言うんですか。はあ、桃太の生誕ティーもらった。桃太の生誕ティーはもらってないです。なかなか桃ちゃんに会う機会がない。何のアイスかね、内緒です。今コメントをしている方がいたけど、見て見ぬふりをしよう。ごめんなさい、頭が起きてないんですよ、ごめんなさい。なんか豆乳は流行ってない？知らんけど。知らん。流行ってるんですか？明日の髪型を、明日の髪型をどうしようか迷ってました。知らんけどってこういう時に使いませんよね。もうちょっと違う時に使う。ごめんなさい。それは知らんです。知らんけどじゃない、知らんですね、今のは。お風呂が沸きました。今日のケータリング報告ですか。今日のケータリングは何食べた。でもいつもフルーツがあるからフルーツを食べてます。今日何食べた。
何食べたっけ、なんかごめんなさい、今日のケータリングが全く思い出せませんごめんなさい。すごい髪がボサボサだなごめんなさい、本当に寝てたんですよ、さっきまで。早く帰ってきたのに寝ちゃった。あ、やば、大丈夫だった。今日はね、朝が早くって、田辺早くってね、でもね、早いくせに全然寝れなくって、全然寝れなくて、今日さっきもう爆睡してました。なんか今日もう緊張する、本当に。見てね、明日休養大事、大事ですよね、本当に、ね、寝ることって本当に大事だと思うんですよ。でも今日も多分緊張して寝れないんじゃないか。今日の方が緊張、明日の公演が一番緊張します。だって初めて出る公演なんだもん。全部見て、全部見ず、ありがとうございます。チャーブとは田辺とはわし初めてわしって言った。ねえ、久々ですよね。でもさ、リハーサルがさ本当に楽しかったんですよリハーサルが本当に楽しくって、あのステージのねところで踊るのがめちゃくちゃ楽しくって、あ、幸せと思いました。なんか前髪が割れちゃうから耳かけるのやめよう楽しくって、あ、幸せだなと思いながら、めっちゃ楽しかった本当に。リハーサルが、そう、楽しめてるよね。パジャドラピオスさん出演しますよね。そう、田辺ね、ピオスさんとね、まあもすごい、ピオスさんもともと田辺のことすごい可愛がってくださるんですけど、この期間でね、なんか緊張しないくなった、田辺が仲良くなった。なんだろう、いや田辺も全然すごいピオスさんのこと大好きなんですけど、やっぱり先輩とかだと田辺めっちゃ緊張しちゃうんですよ。なんですけど緊張しなくなったぐらいペラペラって話せるようになりましたね。え、田辺のファンの方当たってるといいですよね。黄色3本あったらめちゃくちゃ嬉しいなもうめちゃくちゃ頑張れる。うん、みちこみちこって呼ばれますよ、田辺みちこみたいな。あ、おはようございます。チマの視線を感じませんか。感じてしまいますね。感じてしまうますね。
正直に言っちゃった。すごい、今テレビ音消してるんですけど、大戸屋やってる。終わったら大戸屋も行ってみたいな。行ったことあるんですけど、大戸屋に行きたいな。すごい、今日とはってすごい聞いてくださる方がいますね。 SK48 とは、それは明日見ればいっぱいわかると思いますよ。今田辺めっちゃいいこと言った。明日を見れば SK48 のほぼ全てがわかるような、明日から 3日間を見れば SK48 についてほぼわかるんじゃないですか。ほぼ全部結構わかると思いますよ。明日の3日間を見ればきっと、明日の3日間がめちゃくちゃ知れるチャンスですよ。めっちゃうまい宣伝です。宣伝とか言っちゃった天才ですよね田辺、今のは頭いい。田辺みずきとは、わし田辺みきにしたらそれ著作権的にもう田辺どこにも出れなくなっちゃいますよ。ワイヤーでワイヤーで。いやもうさ、緊張してさ、やばいです本当に。明日髪ボサボサ、本当にごめんなさい、変な音ついて。ほどよい緊張じゃない。いやマジで心臓が口から出そうなぐらい緊張します。でもね、田辺にね一つ目標があるんです。作業は言えるけど、作業は言えるんですけど、ちょ、なんだろう、ひらがなが分からなかった。あるんですよ。それはいや絶対多分、ま、無理な目標なんですけど、カメラがあるじゃないですか。カメラがあるじゃないですか。まあ抜かれますよね、もちろん配信なので。それが気に、なんか髪触れの時にめっちゃ田辺なんか目こうなんか歌い出すといきなりっていう、なんか謎の目を開く癖がついちゃったから、で昨日とか今日も軽くついちゃったから、やってた感じだったから明日からはしない。田辺そんな癖あったっけ、もともと。えやってました、田辺あの昔手綱とか。絶対やってないですよね。なんでそんな変な癖ついたんだろうと思って、すっごい怖かった見てて。うわ怖っと思う、どんだけ目開くねんと。してないですよね。目開かないようにし、明日は目を開かない。え、そう、髪触れのライブの時にさ、めっちゃ目開いてたから怖っと思って、そう怖っと思って目を開きません。
変な癖ついた。そうチームイーロだ。なんか緊張するとさ目開く癖がついてんのかな。明日は目をこうやらない、目に力を入れない。そうお客さんなしだから余計そういう風になっちゃうんですよね多分。気合い入れすぎやろ目に。目に ない。だから明日は目を開くけど開きません。ステージ広いですよ見てね。明日本当に楽しい。ただでもリハとかはさ見えるんですけど、まあ見えるんですよ。リハをね見ててもめちゃくちゃ楽しかった。本当に楽しい。これはね絶対見るべき。本当にだって田辺感動したもん。なんか鳥肌立ちましたもん。すごいって。もうねカメラに食いついてました。なんかソーシャルディスタンスの関係でなんかそうそういろいろさ座る場所とかも決められてるんですよ。決められてるんですけど、なんて言うんだろう、決められてるんですけど、あの一番前の方に座る待機の一番前のところにテレビ画面であるんですよ。なんかそのリハのやってる姿みたいなのがあるんですけど、そこのねテレビの前にねずっと食いついてた。水木モニターに食いついてた。でもねもうどうしてもお腹も減ってたから、そうフルーツをねこう持ってこうやって見てた。何も食べなかったけど持って見て。そしたら井田さんに笑われちゃった。持つだけ持ってた。食べてなかったけど、あ、食べちょっと食べちょっと食べてた。ちょっと食べてました。だってお腹減ったんだもん。本当に可愛かった。本当にねマジで見た方がいい。見てください皆さん。待って同い年わらわらって、なんやそのわらわらって、めっちゃ爆笑。そのわらわら使ってる感じ、ダブル使ってる感じ、めっちゃ爆笑してるじゃないですか。何ですか何ですか、なんか面白いこと、なんか何ですか。何ですか。ちゃんちゃん、田辺は何のリハ見たんだっけな。でもなんか音聞いてるだけでもすごい楽しかった。リハの音見れてなくても音聞いてるだけでも楽しかった。本当に楽しいから本当に見た方がいい。だってすごいもん、なんか多分もう食いついたの、あのモニターにフルーツ持って、フルーツは関係ないけど目が痛い。そうでも田辺が見れたのがね、田辺がその見てた、たまたま見てたリハが一つしか見れてないんですけど、その一つがめちゃくちゃすごかったんです。できれば他のも見たかったけどちょっといろいろね
いろいろ時間の関係もあって見なかった。田辺が見てたのはなんかシアターの女神。シアターの女神ねえ、いやマジユニット最高ですね。シアターの女神の何がとは言いませんがユニット最高です。あの本編も本編ってかユニット以外も全然違いますけど、ユニット以外も全然違いますけどって何の日本語だろう。ユニット以外も全然いいんです、めちゃくちゃいいですけど、いいんです、いいんですけどごめんなさい、ちょっと本当に頭回ってない、口が回ってない。そうユニット以外もめちゃくちゃすごいいいんですけど、ユニットがもうめちゃくちゃ最高なんでね、見た方がいいですよ。で帰ってから田辺見ましたもん、 DMM のアーカイブでシアターの女神大丈夫だよ、田辺口堅いからね、ユニットを言うことはない。田辺はシアターのやつは出ないですね。あーそうそうそう、そう見てたやつがたまたまね菅原さんが出てたんですよ。あとね青春ガールズ合ってる、なんか日本語言えてる今日。青春ガールズもねちょうどね現地に合流した時に青春ガールズのねガールズ公演のシンデレラは騙されないね流れてて、その時ちょうどひなぴよとかとね一緒にいたんだけど、これ俺のねこれを拍手をしながら移動してた出たいなと思って、ごめんなさい菅川さん、ね、本当に田辺さん LINE 打つ時さあんまり字確認しないんですよね、気をつけます、確認しよう本当に。めっちゃ誤字すごいんですよね、多分メール取ってくださってる方は分かると思うんですけど、田辺誤字がすごいんですよね、ブログとかも。なんでだろう、まあ、確認しないのが悪いんですよね。同期ちゃんと先輩してた、でもなんかすごいライアンとかがめっちゃ引っ張ってるイメージ。なんか全員でリハの時があって、その時にすごいこれなんとかだからなんとかだよとか、あとなんか青ヶのリハをレッスン上でしてた時にたまたまちょっとピッて見たんですよ、ピッて見たら青やってるピッと思って見たらピッピッて見たらすごいナーヤンがねすごい頑張って仕切ってた。うんちょっと覗いた、うん、菅原さんも結構こじりますよね。いやでも田辺の菅原さんは意味わからない、びっくりした自分でも、菅原さんって誰と思って、でもそう最初見た時はもう笑い止まんなかったですけど、みっちゃんも後輩と公園で言うのは仕切っちゃう、まあ、仕切るっていうか普通に 年上っていうか経験は踏んでるはずだから引っ張っていかないといけないよなとは思いますよね、田辺なりに田辺でそんな仕切るタイプでもない。
キャンベはそんな好きなタイプじゃないと思う。分からんけど、知らんけど、これだ正しい使い方。年上の先輩とはどう接する？間違えた、ごめんなさい。後輩、青木りかちゃんですよね、年上の後輩とは。青木りかちゃんとね、田辺は一番お話しする。最近お話できてない。青木りかちゃんとお話ししたいけど、なんかまた人見知りが出てきた。みずきは時間が経ったらね、人見知りが出るタイプですね。ちょっと待ってください、今ちょっと虫を退治するので。すごい静かに虫を退治した。はい、OK です。ちっちゃい虫だから大丈夫です食べるわけないじゃないですか食べるわけないじゃないですか、やめてください。田辺一番虫嫌いですよ、この世で。何存在してるのかがわからないくらい嫌いです、虫が。今さりげなくすごい虫に対しても悪口言っちゃった。本当にさ、マジでサソリ食べたの水木偉いと思う。本当に偉いと思う。だって入ってまだ半年でサソリを食べたんですよ、虫嫌いなのに。地獄だった本当に。なんでもう罰ゲームっちゃ、もう確かにめちゃくちゃ妥当な罰ゲームだけど、水木のね一番嫌いなものを食べるって思うけど、今思うと今思ったことなんですけど、妥当なんですけど、ガチすぎじゃない、ガチすぎでしたよね今思ったら今めっちゃ冷静なんですよ、今日寝起きだからかな。おるさんも飯食べてたんですか。おるさん飯食べたんですか。なんかすごいかわいそう。ティートワークに食わされてるイメージ。そうなんだ、まだヘビとかの方がいい。本当にかわいそう。おるさんが虫食べて、おるさんが虫食べたんですか。
なんか悲しい、すごく。サソリは確かに香ばしかったけどマジで美味しくない、本当にマジで美味しくない。香ばしいなんて表現しちゃダメだよサソリ。なんだ本当に嫌だ、あ、ダメだダメだ、寒気がした、思い出しただけで寒気がした。やめましょうこの話9時半まで配信しますね。なんでさ、なんで今日こんなに田辺とはってなんかいっぱい聞いてくだ、くる聞いてくるんですか、多いんですか、聞いてくださる方田辺とは、なんでなんで、なんで、なんでの言い方癖強めなんです。なんで、なんで。カミフレのインタビューなんじゃない？おお。え、全然怒ってないよ田辺。何が？そう、田辺ってさ、話全然関係ない話しますね。田辺ってさ、なんか怒ってなくてもなんか怒ってるって言われることがあるんですよね。全然怒ってないんですよ、全然怒ってないのに怒ってるって言われて、なんか無表情だと怒ってるってたまに言われる。まあ本当に怒ってる時ももちろんありますけど、怒ってないですよ。田辺ね、多分ぼーっとしてるだけなんですよね。そう、爆速拍手。やばい、肩がさ、田辺めっちゃ肩凝ってるんですよね。肩がバキバキだから今の拍手がめちゃくちゃちょっと辛かった。なんか普段、いや、なんだろう、ショールームだと怒ってるって聞かれるんですよ。普段過ごしてる時は全然言われないんですよ。なんだろう、ショールームするとあれかな、コメント見ると真顔になるのかな田辺。コメントをめちゃくちゃ読んでるから真顔になるのかな。それですよね。あ、今も絶対真顔だったよね、今の。この顔ですよね。絶対これですよね。そう、しかもさ、コメントをさ、読んで声に出せばいいけど、田辺の場合声出さないんですよね。めっちゃ読んで、真剣に読んで黙って見てる。あ、でも顔険しいと言われるかも、文字読むとき。そう、無言でこう読んじゃうんですよね。
みっちゃんが出る公演で一番楽しみにしてるのは一番とかない、田辺全部楽しみ、同じくらいだけど楽しみだけど、初めて出る公演は本当に緊張する。そう、田辺ね目悪いんですよね。こうなってたらごめんなさい、こうやっちゃう癖あるかも。あんまりガツガツしてちゃう、第六感ってめっちゃ可愛い曲ですよね。別にこれ匂わすとかじゃなくて単純にすごい可愛いなと思います。第六感めっちゃ好きなんですよね。あとフィンランドミラクルとかも好き。ごめんね、田辺にね匂わせは期待しない方がいいです。あーそう、万華鏡もすごい好きなの田辺。あのさ、わかるかな、イントロのさ、あのチェン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 みたいな音がすごい好きなの、わかる、わかります。音がすごい好きなの。え、わかる、アウトロもいいよね。え、本当にさ、万華鏡ってさめっちゃいい曲ですよね。なんでいきなりこんなテンション高くなってるんだろう。万華鏡ってさめっちゃさ音き好きなんですよなんでいきなりこんな興奮してるんだろう。めっちゃなんか好きなんですよ万華鏡って、ずっと聴いてられるの。なんか万華鏡を聴くと心が落ち着くんですよ でもねツアーでね万華鏡した時すごいね褒められた。ファンの方からすごい褒められた、なんか手が綺麗みたいな。すごい楽しかったツアーの時の前で今日、懐かしいな懐かしいな。外がうるさい。